お役に立ってると言いながら手を挙げる動作がすごい大事と聞いてるんですけれど、それはエネルギーの通りを良くするためにその動作をするんです、ね、これね、一番簡単にはこの本ですね、もうご存知ですね、何回も登場してくるから、この本をね、私は皆さんのお役に立とうとして一生懸命書いたんですね。だからこの本はこのままでお役に立ってくれるんです。ですからこの本ね、おへそが大好きなの、おへそが大好きなの、目的をはっきりさせたらこの本を差し上げればいい、これがお役に立ってるですよ。これ何回もやってご覧に入れてるんですけれども、こんな感じになりますね。このおへそが大好き、おへそが大好き、何度も言ってるのは、ここがお役に立つとこの中心になるんですかね。このおへそとおへそよりちょっと下ぐらいの聖火丹田っていうところですよね、聖火丹田で、この本もね、お役に立ちたくてしょうがない、私がお役に立ちたくてしょうがなくて書いたからお役に立ってる。で、この本をほら皆さんに差し上げるというのがお役に立ってるということだから、私がやってみせますよ。皆さんね、体のコリアなんかあったらちょっとこう目的をはっきりさせてみて、で、目的をはっきりさせないとお役に立てないんです。やってこの本は皆さんのね、健康のお役に立つ本だから、皆さんどっか肩こりでも足の痛みでも頭痛でも目が疲れたでもいいですから、やってみてね、はい、この本おへそのところから出発するんです。で、みんなの、いいですか、みんなのお役に立ってる、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 嬉しいなです。で、その時にぜひ覚えていただきたいのは、体を振らない、それから肘を上げない、体を振らないでこう肘を下ろしてこのままでこう行きます。お役に立ってる、で、ここまで上げなくていいんですけれどね。そして手の位置がこうならない、こうならない、皆さんこれ知らないんですけれどね、皆さんなんで知らないんだ、こうなると肩って動かないんですよ。肩動かそうと思ったって私の肩動かない、こうなって初めて動く。で、この本はこうであってこうではないんだ、これは肩動かないから、このように持っていただいて差し上げるという、差し上げるという感じになるんですね。差し上げる、そしてさらに言うと、おへその位置と後頭骨の位置と動かさないんですよ。で、肘をこう張らない、こう今の働きをヒュン、ほら私を通してお役に立ってます、嬉しいな、で、今が私を通してお役に立ってるんだから今に感謝するんです、ありがとう、こういうことですね。だから下向かない、上向いてて、で、見ててね、おへその位置と後頭骨の位置は変わんないから、要するにこうならないということですよね。おへその位置は当然この位置にあるわけだからこうならない、だから肘を上げない、こうならない、こうなるんですね。差し上げるというか、差し上げる、だからお役に立って差し上げてます、嬉しいな、これなんですけどね、今も大げさにやってます。実はこれ私がやるときは本なしでいいんですよ、でも本持って やるときもそうだけど、こんな感じなんですね。お役に立ってる、立ってる、立ってる、まあ、なんて嬉しいの、お役に立ってる、立ってる、立ってる、こういう感じなんですよ。頭を動かさない、例えば歌舞伎でもそうだけど、踊ってる人は頭動いてないんじゃないかな。盆踊りもやってる人たち、頭こうやってやってんですかね。多分やってないと思うよ。頭の位置変えないんですよね。だから肘を上げないんですよ。例えば、阿波踊りなんかあるけど、この格好するんでしょうかね。で、えらいやっちゃ、えらいやっちゃ、えらいやっちゃ、よいよいよいよってやるんでしょうかね。多分こうしてやってないと思う。こうしてやると疲れるね。こうしてやると疲れが取れるんでね。それから手をこうしてやってもこれ疲れるので、内側に入ってきます。内側に入ってきますね。もちろんここ構わないんですよ。ただ内側に入ってくると肩がよく動くから。それで足の指先までこう動いてるんですね。足の指先まで。だから柔らかい足袋を履いてんでしょうね。足の指先動くように。運動靴かなんかで、ね、ちょっと締めてやったら
多分阿波踊りにならないんじゃないかな。で、方々は踊っても疲れないと、こういうことですね。疲れないって意味はね、ほっとしてね、いい疲れでね、よく眠れるはずです。よくしがちなのが手のひらをこう立ててやってしまうんですけれど、これは構いません。これでもいいんですか。うん、これでいいんです。先生から見てよく私たちが間違えてる部分というのはどこになりますかね。間違ってるというかね、私の許し、揺らぎ、緩み、ね、という言葉を使うんですけど、体操って緩めるものかな。で、私は筋肉がないんです。実は緩んでるかな。だからこれもやってご覧に入れたと思うんですけど、私は右利きですから、右ですよね。こう一生懸命やっても私の筋肉ふにゃふにゃなんです。一生懸命やってるんだけどふにゃふにゃ。これが私の筋肉ですね。だから筋肉を鍛えるわけではないかな。要するに脊柱をこう緩めてるでしょうかね。だから先ほど申し上げたね、阿波踊りもそうだけど、こう上、飛び打ち帽子かぶってこうして上上げてるはずですね。こう引かない、上上げてで、行くと、こういうことになりますね。お役に立ってるを朝から晩までやればやるほどエネルギーがの流れが良くなって健康になる、だと思いますね。私は疲れ知らずだから。だからうちの家族も私から疲れたっていう声は聞けない。肉体労働しないかというと、してるのはしてますよ。重い荷物ね、持ったりなんかしてますけども、疲れない持ち方をしてるんですかね。力入れない。先ほど言いましたね、重量上げやる時もそうだけど、ここまではひょいと思ったらね、ももで上げてんですよ、ももで。だからこうやってやってない、疲れるからということかね。ホームページはこの本でいきますかね。これね、おへそが大好きっていうのはね、こっから上げる雰囲気なんですね。ただ言えるのは、足の指先でまず喜ぶんです。嬉しいね、嬉しいね、その連続ですよね。嬉しい、だってお役に立ってるのって嬉しくない？嬉しくない？それからこの位置を変えないの、こうこうならない、この位置を変えない。それから肘をこう張らないということですよね。でこういう感じで行くんですね。こういう感じで私はカッパですという話何度もしてますね。何キロも先の海を泳いでました。海岸から泳いでいって何キロも先だから、2時間も3時間も泳いでたんですね。で、嵐の後でも泳げるんです。嵐の後でも。で、もう一言言って、岩場でもこんな大波に立つ岩場を泳ぐのが得意でしたかね。これも話したことあるんじゃないかな。波に乗ってるからですけどね。はい、その話やめまして、はい、この差し上げるのはこんな感じです。差し上げます。嬉しいね。頭の位置変えない、おへその位置変えない。嬉しいね、嬉しいね、おへその位置。それで骨盤がよく動く、骨盤がよく動く。正確に言うと仙骨とね、尾椎、これも動いてるんです。だからこういう動きをしてる。差し上げます。で、顎も上行って、そしてこう差し上げたらね、差し上げた自分がありがとうね、ありがとう、ありがとうと、こうなる。この時も今こうなるって言って言いましたね。ありがとう、ありがとうで、最後まで引かないんです。顎を引かない。感謝ってここでするんですから、ありがとう、ありがとう、よかった、こういう感じになります。肘をとにかく下ろしておくの。肘をこう張らない、下ろして、要するにこの位置に肘を置いておくの。これは間違ってますかね。ちょっと違うんだけどね。肘、もうちょっと肘を置く。そう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 。それで差し上げてみて、あ、それでいい、それで、それで骨盤を緩すればいい。で、こう伸びる感じにすればいいんですね。要するにこういう感じなんだけどね。差し上げるって、ほら、こんな感じで、この位置変えてないの。なんで、この位置も変わってない。